昨日12月30日までまだ土砂搬出したんで、昨日まで工事をしていたと思います。工事というか、あ、もう工事なのか。で、今日ようやく工事用道路が封鎖されていたので、工事してないだろうと思ってここまで来れました。随分様変わりして広くなりましたね、平らな部分が。で、八ヶ岳はもう雲の中です。強い冬型で雪降ってますね。